今チラ見したね。最終日っすよ。日本帰っちゃいます。イエス。帰っちゃうんすか？ん？帰っちゃうんす。リードのやつ。バスツアー行ってきます。ブッチ。リードブッチ。で、タナシ君が逃されました。無理やり。今井さんに怒られるわ。よーし。これなんかスケートのやつやってなかった？2ラウンド。なるぜ。なんか期待しないでよ。疲れた。もう撮ってんの？今撮った。何最近ひげ伸ばしてんの？ひげ？いやーこれ1月2010年。なってから1月1日からずっと伸ばしてないけど、うん、なんとなくこうどれぐらい伸びるかなと思って。どんくらいそれで？これで今までちょうど2ヶ月。2ヶ月もやってんの？ あ、1ヶ月だった。1ヶ月だった。1ヶ月、うん、そう薄いでしょ。1ヶ月前にはでも長さあるじゃん。ここはね、こうくっつけたいんだよね。ごついな。そうそうそう、したらもうふぅー。無党割りにやろうかなと思って、うん、そしたらもうあらえーっ。完全だけどこれナチュラルのテンションじゃないっぽいよね。はい、うちはノードラックなんで。ノードラックなんで。帰ってビールでも飲みます？飲みましょうよ。いやいや最後だし今日。荷物パパパってやって、パパパッ。早いよ、ほんと帰るの。早いですよ。いや、伏瀬さんがだって最初に。俺のせいにしないでください。すいません。もうほんと早かったの、今回3週間。早いね。ちょっと前半いきなり干されたからな。そうだ。結構引っ張ったから。でも滑ってたでしょ？うん、滑ってた。ね、滑ってたよね。でも板乗れるようになってきたね、ちょっとずつ、うん、最初全然乗れてなかった。なんかふわふわした感じみたいな、うん、やっぱあれウイスターのゲレンデ滑ってねー、いいね、大きい山は。ほんと、辛いけど。何が辛いの？ん？足が辛い。ヒールから 2H に変えたら、カッ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 、いたあれをパン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 スムーズに、うん。やっぱりね、フリーランもおろそかにしちゃうもんね。ちゃんと適当に滑れようと思えば滑れるし。確かに勉強になりました。あれ、日本の山と違うよね、全然違うね。で、なんか雪質がさ、パウダーから何カリカリになってシャバシャバとか、いろんなね、雪質も味わえるし、ほんとコースはバカでかいし、足痛くなるっちゅうの。うん、あと周りもなんかこう雪降ったらパウダーとかスノーボードとか大好きな人多いから、うん、結構テンション上がるよね、見てて。確かに攻めるもんね、普通にスキーは。攻める、スキーは面白い、うん、いい。聞こえて、いつまでこんな楽しいことしちゃってんだろう。いや、いっしょ。また戻ってくるもんね、カナダに。うん、
いやでもこっち来るとね、やっぱ普通たなんかやっぱ楽しいよね。うん、もうやらないって言ってたんだけど、やっぱり去年全く滑れなかったからやっぱりな。2年ぶりっすね。だからなんかこれってよかったっていうのが一番だな。楽しかったかな、いっぱいああいうとこ行けると。なんでそう盛り上がったの自分の中で。いやビデオ見ててビデオ見てて、いややりてえなーと思って、うん、いやでもやめるってことはないっしょ。まあスノーボードやめるってことはないね。うん、自分を引退しますなんて言わないし俺は遊びだから。確かに大会はね出なくなるかもしれないけど、スノーボードは続けるっしょ。あいつ危ねえから。危ないじゃんってインタビュー中なのに。早えよ、ね、危ねえっす。引退しません。スノーボードは続けますよね。続ける続ける、楽しいもんね。サーフィンもスケートボードも気持ちいいとこはやっぱり気持ちいいのはパウダーでしょ。パウダーですね。楽しいのはやっぱり滑る人とかな、マジで。あ、うん、やっぱり同じね、スリランだけも嫌だし飛ぶのも好きだし、うん、なんかちょこちょこ遊んだ方がね。確かにですな。楽しスノーボード楽しさいっぱいあるよね。でも本当あるあるある。そう自然って感じするもんね、うん、なんつうんだろう、うん、まあスケートのパークみたいな感じだもんね。そうだね。特に日本のゲレンデは。でもゲレンデ滑った後のあのコーヒーいいっしょ。コーヒーいい、ね、カナダの降りた後の春はビールがいいな。あー確かに、うん、あの空気感周りもみんなさ、うん、スノーボードの格好して飲んでてさ、うん、まあ日本でもねあるとこあると思うけど、うん、雰囲気ね。今回の3週間結構撮影できた？あんまりかな正直。あんまり。でも、うん、やっぱりまあ前半戦はちょっとモービルとかほら久々に来るから、うんうん、多分そういうのは手こずるだろうなっていうのも、うん、思ってたし、まああの壊れるのとかもあると思ったから、うん、まあそういう下準備っていうので、うん、あと足慣らしもすごいできたし。うん、後半はガッチリ行きます。次来た時は次来たらどんくらいいんの。1ヶ月ぐらい。1ヶ月、うん、1ヶ月ね。1ヶ月頑張ります。天候率上がるしね。そうだねあと日も伸び、うん、長くなるし、うん、3月4月が取れるねかなり、うん、確かにちょっと頑張って。写真も残したいしな正直。うん、マルさんねいてほしいな。次に来た時は大丈夫じゃない。うん、やっぱこう、まあ、タラシも結構飾ってるじゃん。俺もリビングに飾る写真欲しいな。うん、家にドーンと。今年はどんなライディングしたいん。今年はね、でも本当もちろんいい絵残したいけど、どんなライディングってもうやっぱり楽しみたいっていうのが一番だな。うん、すごい、うん、なんかこう自分の中でこういうライディングしてるやつはあんまりないんだけど、うん、うん、やっぱり楽しんでるとライディングとかね、エアとかも結構あのなんつうんだろう、力入らずやってるから。うん、確かに。まあ、プッシュも必要だけどね。うん、プッシュね。最近ちょっとビビり症だから次はハード系でいきます。ハード系は転がりまくってやります。またまたすか。イエス転がって転がってなんぼですよ。転がって